タトラカータトラ T6A5T6A5 はかつてチェコスロバキアのプラハに存在した KD タトラが製造した路面電車車用。チェコスロバキアの路面電車向けに設計が行われた形式である。1960年の製造開始以降、プラハ市電をはじめとしたチェコスロバキアの路面電車路線には KD タトラが展開するタトラ T3 の大量導入が行われていた。だが、 1970年代に入ると抵抗制御を、はじめとした T3 の機構は、全時代的なものとなり、消費電力やメンテナンスの削減を目的とした、後継車両の開発が求められるようになった。それを受け、同年代以降、サイリスな直波制御を用い車体設計も、大幅に改めた、タトラ T5 の開発が行われたが、 制御装置開発の難航をはじめとする諸事情で計画は大幅に遅れ、チェコスロバキア各都市にはタトラティさんを含めた旧型車両の置き換えのため、新造されたタトラティさんが再度導入される事態となった。これらのタトラティさんの後継車両の導入が本格的に行われたのはタトラティ 6A5 の製造が始まった1991年以降、 当初の計画から20年以上過ぎてからとなった。T6A5 は一両での運転が可能な車両で、ループ線が存在する路線での運用を前提に、しており運転台は片側のみに設置され、乗降扉も右側のみに3カ所存在する。タトラ T5 から導入された製造やメンテナンス、車体洗浄の容易さを図った直線上のデザインが用いられ、構成の外反には、 溶接構造が使われているほか、内側には腐食や騒音を抑えるコーディングが施されている。床板には滑り止め用のゴム製マットが貼り付けられており、メンテナンスの際は中央部を取り外すことができる。座席は全席クロスシートで、右側は上高扉付近を除いて二人掛け、左側は一人掛けとなっている。これらの座席は清掃の容易さを考慮し、 下部に空間が設けられているのが特徴である。客室には暖房として温度が2段階で、調整可能な電気抵抗加熱装置が設置されている。一方で、冷房装置は搭載されておらず、下記の通風は、車体情報の開閉可能な小窓や屋根状のラインデリアによって行われる。台車には、車軸と平行、進行方向と垂直に、主電動機が2機搭載されており、 自在継手や歯車を介して動力を伝達する直角カルダン駆動方式が用いられる。台車には振動防止のためにオイルダンパーが設置され、制動装置として発電ブレーキ、機械式、ディスクブレーキ、非常用の電磁吸着ブレーキが存在する。制御装置はタトラ T6 系列に共通して採用されているサイリスタ直波パ制御方式を採用した TB3 型が用いられる。 T6A5 は量産過程において何度か設計変更が実施されている。プラハ市電の T6A5 のうち1998年に導入された一両については低価格での車両更新を目的にタトラ T3 から部品を流用した T6A5.3 として製造された。車体は T6A5 と同型だが流用品である台車や一部機器が異なっていたほか制御装置には リベット素子を用いた TB14 型が用いられ、回生ブレーキの搭載も含めて、さらなる消費電力の削減が図られた。プラハ市電の運営を行うプラハ公共、交通会社と共同で生産が行われたが、改造費用は、新造車両の導入費用とほぼ同じ結果となり、これ以上の増備は実施されなかった。危機器の不調により2008年に営業運転を離脱し、 4年後の2012年までに解体されたため現存しない。タトラ T6A5 の製造は1991年の試作車から始まり、同年から1998年まで、チェコやスロバキアの都市に T6A5.3 を含めて合計297両が導入された。1両での運行のほか、総括制御可能な機構を生かした。 連結運転も行われており、チェコビルノでは需要に対応するため2019年7月1日から T6A5 を用いた3両編成が運転を開始している。その一方で、チェコプラハに導入された車両については、超低床電車のシコダ 15T、フォアシテアルファの導入に伴い2015年以降、廃車が進み、2021年6月19日を 最後に保存車両を除き営業運転を終了した。廃車された車両の一部は、ブルガリア、ウクライナなど他国への譲渡が行われているほか、ブルノ市電もプラハ市電から譲渡された T6A5 により老朽化した同型車両を置き換えている。T6A5 及び T6A5.3 が導入された都市は以下の通りである。国名や都市名の一部には略称を含む。 ありがとうございます。